ん時言ったじゃん動画で、あん時って言ってもかなり前だけどさ、必ず終わったらうまいもん食べに行こう。海鮮物、うなぎ。あ、そう、うなぎって言ってたもんね。うなぎよ。血液が足りないビタミン A を摂取したい、うなぎで元気をもらいたいっていう話してたんで、そういえばしてた。うなぎコースじゃね。うなぎが食べたい。はい、マジで。え、行っちゃう？行く？食べに行く。ちょっとうなぎ有名な場所ってどこだか調べてみようよ。やっぱ浜松だね。浜松だけど川越も有名みたいよ。川越もよく言うよね。浜松と川越だったらどっちがいい？え、なんか極端だね。関東圏の川越にしますか。川越で見ると小川菊っていうのかな、小川富士、小川菊と小川富士っていうのか。これで左行っちゃいますか。一番口コミ良さそうだし老舗みたいなんで、ここにしましょうか。はい、早い。はい、ぶっつけ本番、いきなり弾丸ツアーイエーイなんですよね。結構ね、計画立てないもんね、うん、そうそうそう。今夜だから明日電話してみて予約確認してみましょうか。やったー、うなぎ、ごちそうです。明日に飛ぶじゃん。じゃあ明日のもうシーンに飛んじゃいましょうか。じゃあ行ってみましょう。ポーン。昨日の撮影から思い立って今日川越っていう地に来てるわけですよ。川越っていう地に来てるね。まあ何度か来たことあるんだけど、うん、何度もか、ね、いいところです。そうだね。今日行く小川菊は初めてじゃない、うん、違う場所行ったことあるじゃん。なんか一の屋だっけ。 あ行ったことあるね。そう、一の屋は行ったことあるけど、ね、これからうなぎを早速食べて観光していこっか。いいね、うん、なんかさ、ずっと家にいたからさ、うん、こんな外出てさ、一緒にお出かけするのさ、楽しみでしかない。清々しい天気だよね。そう、天気も今日晴れたしね。最高だよ。行きましょう。行きましょう。レッツゴー。着いたね。着きましたよ。ここが噂の有名店です。有名店ちょっと映して。すごい、やっぱこの街並み好きだわ。この川越の街並みいいよね。いい、老舗感が。年始に行ってみたいよね。行ってみたい。激混みだろう、ね、調べたらさ、ダウルマ祭りとかいうのがやってて、気になるよね。出産後食べに行くっていうのを叶えたい。言ってた、ずっと言ってたよね。これは絶対食べてやるんだっていう目標を立てた。その目標に到達できた。ようやく。嬉しいでしょ、うん、格別だよ多分。産み落としてから来るうなぎは最高だね。そうだ、産み落としてから。それでは予約時間になったから行ってみましょう。最高うなぎ屋さん。店内入りました。入店でーす。20人待ちだ。まだオープン前なのに。小川菊って言うんだろうね。これで小川菊って言うんじゃね。言うんじゃね。じゃ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 。届きましたよ。どうぞ。じゃーん。この顔、この顔。美味しそう。うなぎ、てってるてってる。山椒をバカぐらいかけるわ、じゃあ俺。山椒好きだもん、ね。山椒とかそういうの好きだよね。じゃあ、入れてほしい。気もすいてますよ。すごい美味しそう。お召し上がりください。なんか出産頑張ってよかったです。頑張りました。美味しい、温かいうちに食べて。うなぎからいっちゃっていいの？行ってよ、うなぎから、ぜひぜひ。香りが超いい。いいよね、香り。うまそうに食うな。最高。タレだけでいける。タレだけでいけるよね。どうですか、美味しい。日本人でよかった。幸せだね。うん、幸せだよ、こんなの食べれたら。味わって食べましょうね。味わえない、これ飲んじゃう。大盛り楽勝だったね。楽勝にペロリでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。小江戸来たから小江戸ビールでしょう。買っちゃったね。この尻尾くんじゃなくて、なんだキャラか、これにした。これにした。私は甘酒を買いました。いただきます。やっぱ川越は楽しいね、こうやってたまに来ると。うん、活気があって楽しい。お札買いました。ください、これ。ちょっと見づらいんだけど、これテレビでもやっててね、うん、そうなんだ。そう、行列ができてるんだよ。テレビでいっぱい並ぶってやつんだったら、そうだろうね。そう、もうね、曲がったところまでね、並んでる。あそこが有名みたいです。今持ってくれてるんだけど、ソースをつけて食べるらしいです。このソースを食べるのね、塩バターね。そう、じゃあ食べてみようよ、これ。食べてみよう、ちょっとね。ブーメランみたいだね。なりそう。めっちゃカリカリじゃん。うまい、これだけでもうまい。ほんと、じゃあ塩バターあとでつけて食べようよ、ちゃんと。つけたらもっと美味しい。ナスを、長ナスを薄切りにしてカラッと揚げたらそうなりそう。なりそう。ここは噂の時の鐘。あ、そうかも。肝焼き、肝焼きさん。よかったね、さっき肝焼きなかったから。そう、あのね、うなぎ屋さんで食べれなかったんだよね。そうそうそう、おかげで食べれなかった。肝焼きが食べれます。ラッキーだね。見てください。
お土産ね、あまりにも美味しすぎたからさ、お土産買うしかないでしょ、これたまにしか来れない場所だし、テイクアウトしましょうよって。最高じゃないこれ。いや豪華。見て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 、これもちろんついてたし、山椒もついてるし、漬物別でちゃんと入ってて、すごい嬉しい。今食べてきたメニューやん。ほらお重みたいなのもすごい再現されてるの。本当だ。これはなんか揚げるのも楽しみだね。芋恋も食べたし、漬物もたくさん買ったし、最高です。川越満喫どうでしたか？めっちゃ楽しかった。グーグー、本当にありがとう、連れてきてくれて。いよいよまた何かね、節目節目でこの場所来てもいいね。めちゃくちゃ満足です。しかった。小江戸をバックに、じゃあここら辺で今日はさよならします、はい、ごちそうさまでした。